はい、おはようございます。即科塾の久保です。えー、今日はですね、この、えー、名古屋医療センターでいただいた電子カルテをもとに、私の症状を、まあ、なんですけど、自己診断してですね、そして、えー、手術の対象方法などを解説していこうかと思います。私も今回の、せっかくしたね、 ま、骨折じゃなくて脱臼だったんですけども、脱臼に対してどのような治療法があるのか、あやっぱりね、こう暇なんで、ぐるっと調べたわけですよ。そしたらなんか、タイプ1からタイプ6まであるそうで、通常タイプ1からタイプ3までは放置しとくみたいなんですよね。で、タイプ3からタイプ6までの中で、特にタイプ3なんですけども、放置するのか、手術をするのかってことを選ぶ段階があるそうなんですよ。で、今回私が、あーこうね、 やった症状っていうのはタイプ3だったそうなんで、まあどっちでもいいですよと、手術するんだったら別にすぐしてもいいしみたいなこと言われたんですよね。まあ私は体験として手術をしてもらうのもいいかなと思ったんですよ。この脱臼手術ね。まあだからそっちを選んだんですけども、思えば昔からですね、やっぱりこう、柔道とか空手をやってると脱臼する人っているわけですよ。で、脱臼したら大体道場のボスがグイッとやってからね、こう、その場で入れてくれるんですよ。で、また稽古に励むというような感じで、私結構脱臼をね、軽く考えてたんですけども、医療 施設の方も結構そうで。 うん。まあ今日は先生がいないんで、一旦帰って、あさって来てもらえますかねみたいな感じでね。あ、緊急を要するわけでもないんだな、というところを確認できて、まあ私も気が楽になったかなと。そんなに大慌てするもんではないんですよ、やっぱりね。えー、まあ電子カルティーを見たらよくわかります。それから、あの、いろいろとね、医療機関のことも、脱臼ってのは症状の例が多いんで、今までも。うん、だからもう治療法も確立されてますし、そんなに動揺するもんでもないっていうね、ことがわかるわけなんですよね。まあそれではですね、 電子カルテの画像からですね私が診断をしていますのでご覧いただければと思いますどうぞそれではですね名古屋医療センターで撮影していただいた電子カルテを見てみましょうえっ、ー、とね通常私の方がどうなっているべきかというと皆さんの方も同じなんですけどもこういう風になっているべきなんですよねこの骨がこういう風にねつながっている はずなんですよこういう風にねでも今ここがポキッと切れてこっちにはみ出してるじゃないですかこれが脱臼という状態で、えー、こことですねここをつなぐ、えー、筋がですね切れたんですよね切れてもうこの肩の関節をつなぎ止めるものがないですからこれが 外にはみ出してしてまったんですよねポキンといったわけなんですよで、えー、まああのー、ここには私の筋肉と皮膚があるわけですからこれを突き出して非常に痛いというところとあと筋が切れてますんでねでっかい筋がバチンって音を立てて切れてますんでやっぱり肉体の中の筋が切れるとそれは、えー、非常に苦痛を伴いますよねで切れてる ところが、こう、今度は再生してくっつこうとするわけなんですよ。くっつこうとするときに、まあ、いろんな栄養とかを必要として、まあ、さらにね、そのときも苦痛が増すと。で、手術としてはどういうものをするかと言いますと、えとね、通常はこのね、あのー、脱臼っていうのはほっといてもいいそうなんですよ。何もしないっていうね。何もしなければ、ここと、ここの筋が復活したときに、これから復活して、今も復活してるんですけども、こう、飛び出した骨はね、 そのまま戻らないんで、肩がちょっとね、盛り上がったような状態になるんですよ。あの、コブが、コブとか角みたいな、つぎれた状態で。まあそうなると、不自由だったりすることもあるんで、まあこれを手術でね、強制的に下にグイッと下げて、ここをつなげて、で、ボルトをね、打ってしまえと。そうすると、筋がくっついた時に戻りが早くて、1ヶ月ぐらいでこのボルトをね、取ってしまえば、あ元通りということなんですよね。 まあそんな形でね説明を受けましてああなるほどなということですねで今回まあ手術ってなかなか面白そうだなとうんというこうでねこういうん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 うかうと思うわうなんでんよ興味深いことはね何でも挑戦しようかなとせっかく起きてしまったんだったら無難に過ごすよりも一つでも多くのね体験とチャレンジとあとはやっぱりこういうふうに手術をお願いすることによって医療機関の方とまあ一定期間ねお付き合いする瞬間が生まれると思うんですよ これも人の縁だなというところでね、やっていこうかと思います。いや、でもね、痛いですけどもね、痛いんですけども、こういう姿から、あの、世の中見てみるっていうか、結構ね、あの、一人で何でもできるんですよ。やってしまえば。片手でできることも多いんで、えー、っとね、片腕が塞がった状態でできないこともあるんですけども、それは普段からあんまりやってないことだなと気づくんですよ。で、逆の立場で、えー、片腕釣った人をね、見ても、そんなに過度に、 お手伝いしましょうかとかね、大丈夫ですかみたいなのは、まあ、愛情としてはいるんですけども、本当はね、ほっといても結構やるんで、<laughs> そんなに手を焼くことはないかなっていう、そんなね、感じですよね。まあ、私も介護士をずっとやってましたんで、その、介護の中には、まあ、あの、何ですか、精神的な介護とかね、あと肉体的な介護の中に、中途介護とか、瞬間的な介護ってのもあるんですよ。あの、骨折をして、一定期間車椅子が必要です、みたいなんでね。 で復活するることが分かっている精神的にはまあ一時的にこんな状態だけども将来はまた戻るんだみたいな感じで、ね、そんな落ち込んでない方とかね、まあ、いろいろいらっしゃるんですけど私の場合はあの瞬間的なものですからまあえねえー、1週間とか。 まあ、二週間とかすれば、慣れていくし、痛みも和らぐし、まあ、普段通りの暮らしだろうなと思うんで、結構楽観的なんですよね。まあ、これがね、別に何ヶ月も続くわけでも、ましてや一生続くわけでもないんで、結構気が楽です。でだとしたら、怪我をしてる間だけでも、怪我をした立場の人間として、まあ、怪我をした立場からね、世の中見てみようかなっていう風な気持ちなんですよね。まあ、でもかんでも、自分の体験にしてみようかなと思います。はい。えー、では、今回は以上です。